アンリ・デュフール業務アンリ・デュフールは、スイスの軍人、政治家、協力技術者、地図制作者、都市計画家。ナポレオン一世の下で、軍事経験を積み、分離同盟戦争時には、スイス史上初の将軍となって、名役者団軍を率い、勝利を収めた。また、スイス初の正確な国内図を作り上げた。晩年には、アンリ・デュナンに協力して、 石十字の設立に尽力し、石十字設立の御賢人の一人となった。スイス最高峰であるモンテローザのデュフール法は彼にちなんで名付けられた。デュフールは1787年、コンスタンツでジュネーブの時計職人県農民の息子として生まれた。デュフールが2歳の時に、一家はジュネーブへと戻り、デュフールはジュネーブの学校へと進学し、医学を学んだ。 1807年にはパリのエコールポリテクニックに進学し、画法機科学を学んだ。1809年に士官学校を卒業し、1810年にはコルフ島に配属されてイギリス軍と戦った。1814年に彼はフランスへと戻り、リヨンで要塞の修復工事を行い、その功績でレジオンドヌール勲章を授与され、大尉まで昇進した。 1817年に彼はジュネーブへと戻り、新しく創設されたスイス国軍で大員の地位に就くと、共にジュネーブ軍の指揮官及びジュネーブ大学の数学教官の地位に就いた。ジュネーブにおいて彼は都市計画家及び地図制作者として実績を積み重ねた。正式には1828年まで任命されなかったものの、1817年からすでに ジュネーブの都市計画を任され、様々な事業を行っている。1822年には、世界初のワイヤーケーブルの吊り橋である、セントアントワーヌ橋を設計し加強した。レマンコへの蒸気船の導入やガス灯の設置も行っている。1832年には、スイス国内の正確な地形図を作成する作業を命ぜられ、1838年には、 スイス連邦地理院の総裁の地位につき、1865年までその座にあった。地図は1864年の12月に完成し、デュフール地図と呼ばれた。軍人としては1819年にトゥーに創立された士官学校の教官となり、1831年まで同職にあった。その間、1827年には大佐まで昇進している。 1829年には、ルイ・ナポレオンが、士官候補生として入学してきた。デュフールとナポレオンとの関係はよく、ルイがナポレオン三世として、フランスの定位についた後も進行は続いた。また、1819年には彼は、ジュネーブ市議会の議員となり、1848年から1851年までと、1854年から1857年までは、 自由主義派のジュネーブ州代表として、スイス会員の議員となった。1863年から1866年までは、ジュネーブ州代表の上院議員となった。ジュネーブのデュフール騎馬像1840年代、スイスは、ジュネーブやチューリヒ、ベルンなどの自由主義関東と、現所三州やルゼルンなどの保守派関東の間で、内紛が続き、分裂の危機にあった。 優勢な自由主義関東に対し、保守派な関東は1845年1月、保護同盟を結成し、スイス名役社団内に国家内国家が形成されることとなった。1847年10月、自由主義派で占められる名役社団会議は、保護同盟に対し軍事的行動に出ることを視野に入れ、デュフールをスイス史上初の将軍に任命し、軍事の全権を委任した。 1847年11月4日、ついに両派の間に先端が開かれた。分離同盟戦争である。デュフールは、フランスやオーストリアなど近隣大国の干渉を防ぐために素早く戦争を決着させることを決め、各関東を、各個撃破していった。まず、バリスを封鎖した後、11月14日フリブールを落とし、21日には、ークを占領。 24日には、ルツェルンを陥落させ、12月1日に開戦後わずか26日間で、分離同盟全関東を降伏させた。この戦いの際、デュフールは負傷者を自軍に収容し、治療を施した。この戦いにおいて死者は両軍合わせて130人、負傷者も400人程度に抑えられた。なお、これまで、スイス軍の兵士は、 自らの所属関東の旗や白い十字を希少として用いていたが、デュフールはそのうちの白い十字を採用し、軍の旗とした。これが戦後、スイス国旗として採用された。1850年にダゲレオタイプで撮影されたデュフール1848年に、新生スイス連邦が誕生した後も、彼は公職を歴任した。1852年には、 リオンとジュネーブを結ぶ鉄道の社長に就任した。1856年、スイスとプロイセン王国との間で、両属状態にあったヌーシャテル関東が、共和政体を樹立し、プロイセンからの離脱を求めた。ヌーシャテル事件である。これを、スイスは支援したもののプロイセンは反発し、軍事介入の危機が生じた。この時、デュフールは再び軍の最高指導者となり、また、 フランス皇帝ナポレオン三世とのパイプを生かして和平の圧戦を依頼した。結局翌1857年にナポレオン三世の仲介によって和平が成立し、ヌーシャテルはスイス領となった。1864年のジュネーブ条約締結時のデュフールの署名1863年、デュフールはアンディ・デュナンと出会う。中立的な国際救護団体の設立を訴える。 デュナーにデュフールは共鳴し、同年デュナン、デュフール、ギュスターブモアニエ、ルヤッピア、テオドールモノアールは5人に委員会を設立。デュフールは初代委員長に就任した。これが1876年に赤十字国際委員会となった。さらに委員会は戦争時の捕虜の扱いを人道的にするよう各国に求め、1864年。 傷病者の状態改善に関する第1回、赤十字条約がジュネーブにて締結された。この締結の際、これらの条約締結に対するスイスの貢献が認められ、新しい機関のマークはデュフールが、スイス軍機として取り入れたスイス国旗の配色を逆に、下白字に赤い十字と決められた。1867年、デュフールは連邦政府の役職から完全に引退し、 ジュネーブで陰性生活を送った後、1875年7月14日に同地で亡くなった。ありがとうございます。